時空テロリストをぶっ壊す。私なんだけど、まあ時空テロリストのことはまだ今現在慎重に対策を練っている。あえてやはり決断しない方がいいかなということで、ペーパーには悪いんだがまだ捕虜として我慢していてほしいかなと考えている。それでまあ前からあったんだが、最近になって NHK から国民を守る党が話題になっているようだ。それに伴って私にも結構な数相談が来ている。まあもちろん未来でもどうなっているか、 NHK というのは一体どういう状況に陥っているのかというのがやっぱり気になるのかな。まあ NHK に関するメールというのはまあ見てもわかる通り、まあ様々な声が届いているということだな。それでまあ最近世間を賑わせているこの、まあ、NHK から国民を守るの N 国党というのは一体どうなっているのか、2062年では一体どうなっているのかというのをまず先に言ってしまおうかなということだな。江川先輩方よく聞くんだ。 N 国党は未来でもあるのかどうかというのを言ってしまえばないと、はっきり言っておこう。もうこればかりは仕方がないことだ。ないもんだからないということだ。なぜならばNHK が完全に解体されたからだ。よって解体された放送局から国民を守ると、 NHK から国民を守るとというのはおかしな話ということで、名前が変わったと言っておくとする。まあだから党の名前が変わっただけということだから、まあ今現在のその N 国党の支持者というのは安心しても構わないかなということだな。それで現党首かなの立花氏というのはどういった扱いをされているのかというのを知りたい者もいるようだ。このこともはっきり私がこの場で言っておくんだが、未来では立花氏というのは伝説的偉人として語り継がれているということだ。これはもう先輩方の方がよく知ってるのではなかろうかと。リアルタイムでこの時代に生きている先輩方ならばよくわかることではなかろうかと考えるんだが、現在 NHK というのは巨大な組織だな。現代ではまだ巨大な組織だな。その巨大な組織にたった一人で立ち向かってぶっ壊そうとしている、いわばレジェンドだな。その立花氏のいわゆる今というのはまだまだ初期段階ということで、その初期段階に立ち会えることというのはまあ私というのは非常にラッキーかなとも考えている。まあだから先輩方も非常に
今というのは貴重な時間を過ごしていると考えてもいいのではなかろうかと考えているぞ。それでまあ現代の段階の NHK というのは一体どうおかしくなってしまっているのかというのを言ってしまえば、これはもう先輩方の方がよく分かっているのではなかろうかと考えるんだが、ある外部に侵食させされかけているという段階だな。完全ではない、まだされかけている段階だということ。完全ではなく、まだ序章に過ぎないということだな。この状況であってもだな。まあだから結果的にはどうなるのかということもはっきり言ってしまうんだが、今後はさらに目も当てられない変更報道を余儀なくされるということだ。ひどくなるということだな。もちろん現代のあのなんていうか原始時代かなとも思えるような非常に恥ずかしい集金方法もある程度続くことになるということだ。しかしまあ見たくもない放送局の番組に対し料金を取り立てるというのはちょっと考えものかなと私は思うぞ。いつの時代のヤクザかなということだな。私は映画では見たことがあるんだが、本当に存在するもんだな。なんと言えばいいか、周りの環境、まあ技術革新なのか開発、まあインフラの整備なんかは進んではいたとしても、内部が終わっている。システムが内部構造の中のシステムが古い、まあいわゆるハリボテのような巨大な塊と考えてもらったらいいかなと私は考えていると。まあしかし立ち話を改めてこの時代から考察すると、やはりかなりの策士かなと私は考えている。全て計算されたシナリオ通りに行動をし、そして何と言えばいいであろうか、まあ群衆を操り、それでもって熱烈な支持を受ける術を熟知しているということだな。本当に非常に巧妙な策略ばかりで感心するように見えるように見えるな。先輩方気づいているだろうか。先輩方気づいているであろうか。もちろん立ち話は非常に勉強をして非常に素質ある、いわば指導者なんだが、裏にある天才が隠れていると気づいているであろうか。あまり深いことは言わないであろう。まあいい。それで、近い将来はどうなっていくのかというのを、まあざっくり言ってしまおうかなと思うわけなんだが、正直なところ、まあ歴史というのを俯瞰して私が説明するわけなんだが、この今現在の腐りきった NHK の内部の解体には正直なところ時間がかかるということ、そして現在要望としてスクランブル化というのをまあ目指しているわけなんだが、これははっきり言うが一気に全部というのはない。これは仕方がないことだ。どうなっていくのかというのを分かりやすく言えば、まあ番組によってだとか、あとは特定の地域からスクランブル化というのが始まるとだけ言っておこう。徐々にということ
だな。そして人員削減も同時進行で始まるということ。なぜならば今までのように暴利を得ることができないようになるからだということだな。そしてそうやって海を出し切ってからは早いということだ。しかし早いといっても数年はかかると言っておこう。そして NHK は2062年では存続しているのかどうかということをはっきり言ってしまえば、解体はされるけれども存続はしているとはっきり言っておこう。しかし今ほど暴威を振るってはいない、というよりも震える立場ではない。なぜなら2062年は放送局が数百あるからだ。ということで今日はこの辺で終わりにしておく。以上だ。